select your character. あ、ちなみに今日は分からせはないですね。今日はミリオンアーサー俺もやりたいから、分からせはお休みです。さあ 1P 側マイスターラムダ、 2P 側ヨシエス。あとからみんな、ミリオンアーサー狙いでね来てくれていましたが、まあでも、5時ぐらいからはねミリオンアーサーをお休みして、みんなブレイブルーモードに戻ってましたね。そうでしょうか。まあさすがに、いくら新作ゲーム触ったとは言ってもね、設定を本当に今までやったと言っても、やってる歴が全然違いすぎるので、そんな急に飲まれたことはないと思いますが、まず1本選手したのはマイスターラムだ。レベル2アクション。さあ始まったね。ああ、6C 直側から2D に割り込んでくる。すごいね。マイスターはいつも通り動いてる感じですけど、容赦とか怪しいですよ。なんか動きが鈍い。オートカーター使いすぎたか。ダメ味、危ないですね。危ない、はい、特に何もやらないままやられてしまいましたが、第1試合勝利したのはマイスターラムダ、準決勝進出です。Select your character. 今日ね、だからみんなミリオンアーサー朝やってたんですけどね、それに紛れてね、シカワンでカオスコードのトレモしてる人が一瞬だけいたんですけど、一クレトレモしてそのままいなくなっちゃったんですよね。この麦タオカがタオカが使いのこのワンピーガーの麦がね、カオスコードの対戦多分相当求めてるんで、ミリオンアーサーやった後、やってやり終わったら麦に行ったらマジっすかって見に来たんですけど、もうすでに1年生に落としてみたいな、ね、感じだったんで、仮にこのブレイブルーの動画見てる人だったら俺だみたいなのがいたら、ぜひハウスコードを体験しに土曜日遊びに来ていただけると、ハウスコード使いが喜ぶんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、その、ファーストの対戦チャンスを逃した、ドギターオカガが怒りの攻めですが、うまいことさばきましたね。前のジャンプシーンは、まあ、空中リターン攻撃判定、こちらも優秀なんですが、もうね、とりあえず飛んで振っとけばね、前方向180度ぐらいあんのこれ。もっともうちょっと手前いい、もうブーンって感じでね、自分と体の斜め上ぐらいから斜め下、まで全部カバーするような技が出せます。だからだけね、画面味で、無敵はないんですけども、連携の、甘いところ、をね、少しは崩しに来るところを前ジャンプで回してジャンプ C を当てる出すだけで、状況をね、好転させることができます。非常に体調高いムーブですね。さあ、というわけで一本転中したのは前、まあ、カジビに C をさっきから飛んで、かわしてる感じでしょうか。あ、これは、対空、君のイメージでしたが、新イメージですね。あ、バレている、反応早かった。対空新イメージはね、当たれば強いんですけど、当たれば強いというか、まあ、発展は早いんですけどね、リターンがあんまりないのと、
さっきみたいにすぐ相手の近くに着地してしまうと非常にリスクが高い。どこでもこの読み、一点読みのタッチ行動っぽいセーフ。うわー、さあ突然のことでパーソンコンボを落としてしまいますが、前の体力がそれ以上に残り少ないということで、しっかり倒していきます。1-1 でファイナルラウンド。さあ、これはタオが動きにくいですね。それでいく、ジャンプ B 同士は前が勝って、あーすぐに A 振るみたいな、狙い通りですね。狙い通りの2A の方がダッシーが当たって勝利したのは町舞準決勝進出です。はい、次なんですが、気温はまだ来てないか。さあ、さりげなくまだ総決一投になっているアットライチ。まあ、正直ルーパーですよね今、25段の総決ヒットのループしているプレイヤーが、まあ、マチもそうですけど、AU 要するにもう一個上までこうなかなかね上がりきれないでもがいているような感じですが、今度こそ AU になることはできるかというところです。さあ対戦相手は、神奈川から、来ていただいているよもぎさんのハクメンです。さあ、白面は段位関係ないワンチャン力が魅力なんで、誰でもちょっと入ればみたいな。これはこの前からね、なかなか対空のこの 4P の精度が高いなと。あの金の板酔いもね結構プレイしてますね。一回入って普通で移動したんですが、水系のアラス、はい、これマジ、これはちょっと遠かったですかね。さあ、レンカキャンセルして右手を惜しみなく入っていきます。どうだ、まだ残るか。大きい攻めだ、コンボはミスる。ラジディ押しっぱなしでした。さすがにここは我慢しました。我慢しての投げ、一本選手したのはライチ。これは遠いんで当たらないですね。しゃがみくらいなら当たりますけど、近いと確かしゃがまん 6A もコンボになります。斬新カウンターだがちょっとリターン取れなかった。さあ、どう反転カウンター、投げは抜ける。さあ、そうですよ、当てに取らなくても発生しますからね。よし、ジャニシ。さあ、強気にまた振ってきますね。あーっと、これは OD が負けたっぽい。ホタルは止め返して返して、カメラジ中段重ねてくる。シムソーはガードしているが、ここで中段通る。さあ、これはミスらなければいきましたね。ボディからの進路とここまで入って、さあ、あとドットは削れなかった。勝利したのはアトライチ、準決勝進出です。あ、来た。はい、まあ、今日はアルカナブラッドやりに行くついでということですけども、まあ、ここにいるみんなは、まあ、今日ブレイブルーの大会に参加している方のほとんどは開店からアルカナブラッドやってくれてたんで、あ、ライチなの？ S じゃないんだ。失礼しました、ごめん、騙した。 S じゃなくてライチですね。ゆっくり S だと思うんですか。
ライチフェイリン。さあしかしわからんキャラが来ましたね。トイメンは、1P がゴミクズの10兵衛です。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. 戻ってなさい。あはんとガーケンオジーが立ち火なんですけどポーンやられた。あれは 6A ですね。常駐弾を取ります。さあ 6A は攻め返しは当たらない。今狙いは合ってましたけどね。さあシャレンジンから始まる10名のターンが弾投げて中段はガード趣旨へ下段ミリ当たるバーストさあ結構ブランクはあるっぽい動きですか。いい勝負している中段分かんないなりにしのいでますね。趣旨当たってさあ一入れ替わるお願いして落として下段ずっと 3C から何も出ないポン戻してさああの 2B が長い。確かに 2B ですよね。ポンポンおおいえ優位層これは上入れっぱしてますね。さあいい勝負だ、まあ、いい勝負だがあっとっと立ちの上が潰したんですがはい中段のところにつばめ返し一本練習したのはフィオライチ。ザンガンしてますが立ち入れ押されて中段通るちょっとコンボは安いですけどね。あ、2C あ、うまい濃いよ濃いけどやっぱ減らないですね。チャレンジいかないと中段家拾いは拾えず投げは抜けてさあ、廊下の立ち回りです、このフィオライチ過去の経験でそんなに変わってない部分を用いて立ち回っている。あはっとそれが懐かしいな、これ今のは絶対 DD 出なかったんですけども、でも何だかで勝利してしまいましたね。勝利したのはフィオライチ準決勝進出です。